今日のコメント。今年花火大会行く予定とかありますか？花火大会は行く予定ないかな。人が多いとこ苦手なんだよね。あと動画作らないとだから無理。どうも、はるかったです。皆さんアニポケは見ていますか？新シリーズ盛り上がってきましたね。そこで今回はスピレルの心境からわかる今後のアメジオの動きについて考察していきたいと思います。では関係ないけど、最近ユキちゃんが窓際とクーラーの部屋に行ったり来たりしてサウナみたいに整ってます。というくらい方の最後まで聞いててください。スピレルの心境からわかる今後のアメジオの動き。今放送されているアニポケ新シリーズは主人公がリコとロイで、2人はライジングボルテッカーズという組織の仲間に加わり旅に出ているんですが、16話ではついにスピネルがリコたちの前に登場しましたね。スピネルは敵であるエクスプローラーズの1人で、アメジオと同じく幹部クラスの人物です。アメジオと違ってめちゃくちゃ事前準備をしているタイプで、用意周到な戦略により一度はリコのペンダントを奪ったんですが、スピネルの近くでリコがペンダントを取り戻すことを強く願った途端、なぜか急に強烈な光を放ちリコの元へと戻りました。またスピネルのブラッキーに襲われそうになり、リコがピンチになった時にはまたまた光り出し、リコが持っていたイニシエのモンスターボールから巨大オリーバーが出てきていました。これによりスピネルはあのペンダントを利用するにはリコが必要だということを知り、リコに興味を持ち始めつつあるんですが、このことについてはアメジオの方が先に気づいていましたよね。アメジオの時はイニシエのモンスターボールから黒いレッグザーが出てきました。今アメジオはどこへ行ってしまったのか、レッグザーを追っているとは思うんですが、あのレッグザーそもそも伝説ポケモンであること、そして色違いであることから、イニシエの冒険者のポケモンの中でもかなり重要なポケモンであるということがわかります。そのレッグザーを追っていくうちに、おそらくアメジオは今の情報よりもさらなる真相に迫るのではないかと思います。例えばイニシエの冒険者の子孫がリコであるとか、それによりもっと深い真相を知ると思うんですが、そこを知り、かつ今のライジングボルテッカーズがイニシエのモンスターボールを探していることを知ったアメジオの今後の動きはいつかこう変わってくるのではないかと思います。それはリコの味方になることです。もちろん今はエクスプローラーズにいるので、すぐにリコの味方になることはないと思うんですが、リコ、そしてペンダント、エクスプローラーズボスの目的をどんどん知っていくうちに、リコ側につく方が有益であると分かり、まあ葛藤もあると思いますが、最終的にはリコの味方になるパターンは可能性としてあるのではないかと思いました。アニメでも序盤に出てきた敵役が味方になるパターンはたくさんありますしね。もしリコが本当にカルボをゲットして、グレーンアルマに進化させた場合、グレーンアルマとソーブレイズの共闘も熱い展開ではあります。アメジオの性格的にもポケモンに故意に危害を加えたりなどはせず、そんな悪い性格ではないですし、今すでにエクスプローラーズのボスに不信感を持っていることはあの表情を見ても間違いないと思うので、全然ありえそうな展開だと思いました。まあまだエクスプローラーズにはサンゴなどの幹部クラスの人物がいて、ボスの全貌も明らかになっていないので、アメジオが味方になる展開はその人物たちがリコのペンダントを狙ってきた後ぐらいになると思いますけどね。みんなはアメジオの今後の動きどうなると思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とはこんな感じでスピレルの心境変化からわかる今後のアメジオの動きについての考察でした。ちょっとのしたチャンネル登録して高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画で、せーの、グッディー。